is a growing reed. 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。 J-WAVE Growing ReedJunichi Okada's radio show Growing Reed on J-Wave 81.3 FM。 こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりました、 Growing Reed。 毎週一人の人物をお招きして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて、今夜のゲストは太宰府天満宮権宮寺の西高辻信弘さんです。西高辻さんは御祭神である菅原道真公の子孫であり、その40代目として1980年に福岡太宰府に生まれます。東大で美術史、そして國學院大學にて神職を学び、その後太宰府天満宮で権宮寺になります。そしてハーバード大学でも学ぶという経歴の持ち主であります。太宰府天満宮の権宮寺として忙しくされる一方、現代美術の作家さんを中心に展覧会を企画するなど、ユニークな活動を積極的に行っていらっしゃいます。今夜はアートにも造詣が深い西高辻さんに、伝統を大切にしながらも新しいことにチャレンジし続けること、アートの力などじっくりお話をお伺いしたいと思います。 J-WAVE Growing Lead、 新しい1週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。 J-WAVE 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 Growing Lead Growing Lead Growing Lead Meet people and learn and discover from those encounters。J-WAVE Growing Reed。 あの西高辻さん、はい、僕と同じ32歳、そうです、同級生なんですよね。はい、なんかでもあのもう本当に落ち着いた感じの権宮寺さんですよね。はい、権宮寺って宮司さんの次の役職で、まあ、宮司の職務を代行するということで、宮司という、お父さんが宮司さんですか。そうです。代々私の家は太宰府天満宮の宮司を継ぐ家で、だって菅原の道真公の子孫、そうです、40代目の子孫にあたります。それも太宰府天満宮といえば、はい、やっぱ学問の神様、はい、ですよね。そうですね。そこの家系に生まれるっていうのはプレッシャーはなかったですか。最初に聞く話じゃないかもしれないですけど。そうですね、まあ、プレッシャーは、まあ、周りからすごいんですよ。経歴を見て、はい、やっぱすごいなと思ったんですよ。東大行って、はい、国学院で進職取得して、はい、でまたハーバード行って、はい、勉強して帰ってきて。そうですね。これやっぱでもやっぱ学問の神様のところだから、はい、まあ本当に御祭神なる菅原道真学問の神様として、うん、多くの周りいただいているので、うん、まあその天智様のおかげが最もあったと思うんですけども、まあでも受験の時はやっぱりプレッシャーは少しはありました、ね、でもまあまあありますよね。でも学問の神様のところでも自分もやっぱ継ぐというか、うん、ねその世界に入っていくっていう中で、うん、でもまあ受験の時も、まあ受験受ける前から
例えば試験に失敗したと言われたり、逆に通った後も試験に失敗したとかも言われたので、うん、あまり逆に言えば人の噂はそういうものだというのも思うこともあったんですけども、でもまあ実際通った後に振り返ってみると、やっぱり無事に合格してよかったなと思うことは多々ありますけどね。そう、なんかすごいですね、ユニークな東京大学入学、美術史を専攻。そうです。これなんで美術を選ばれたんですか？そうですね、美術小さい頃から非常に興味があったっていうのが一番なんですが、うん、まあ、子供の時から長崎天満宮の宝物殿といって、いろんな天満宮に伝わって代々伝わってる宝物とか、うん、そういうものを展示をするところがあるんですが、うん、まあ、そういうものを見て、まあ、一つ一つのものに、まあ、歴史とか背景にいろんなものがあるなということを感じて、うん、まあ、そういうものに興味を持ったのと、中学高校時代の美術の先生が大変変わった先生で、うん、こう左手で絵を描いてみましょうと、右利きなもので利き手と逆の手で描いてみましょうということで、うん、描いてみると逆にそこの線に意識しない線が出たりして、柔らかかったり面白い線が出るので、まあ、そういうものを使って絵を作っていくとかいうことで、まあ、普段意識しないような違う方法で物事にアプローチするということをそこで思って、美術と面白いなというのがあって、大学時代に大学入って何を専攻しようかという時に、やっぱそういうのを思い出して、まあ、美術を専攻しようかなと思ったのが一番のきっかけですね。まあ、40代目ということですけども、はい、太宰府天満宮って何年あるんですか？はい、今年で三佐猫が亡くなって1111年に当たる年で、1並びの年なんですけども、そこで、ものすごくこういろんなことをこう変えていかれている人だっていうの、はい、美術とかいろんなものを使って変えていかれるてるっていうのを聞いたんですけど、はい、どういうことをされているんですか？そうですね、まず最も行っているのは、まあ、祈りを捧げるということで、お祭りをしっかりやるというのは基本にあるんですけども、うんうん、まあ、それに加えまして、アートを、美術史を専攻してきたということもあるので、うん、まあ、太宰府天満宮のアートプログラムということで、うん、いろいろな現代に生きてある作家さんをお呼びして、うん、まあ、そこで、滞在してもらったり、いろいろなものを感じてもらって、うん、展覧会をして、で、作品を、まあ、太宰府とか、神道にちなんだ作品を作ってもらって公開して、それを、まあ、保存、収蔵していくということをやっていましたり、なんかすごいそれが評価をされて、はい、たくさんのところで評価をされて、そうですね、おかげさまでいろんな方に興味を持っていただいて、遠くからも来てもらったりということもありますし、うん、また海外の作家さんもすることもあるので、うん、そういう時は海外からもいろんな人に来てもらったりということもありますね。もともと太宰府天満宮って勉強の神様、学問の神様と、はい、芸術もあるんですか？そうなんです。まあ、菅原三佐猫、ご自身が代々、まあ、学者の家系にお生まれだったんですけども、まあ、小さい頃から、まあ、天才と言われて、その中で成長する中で詩人としてもいろんな、漢詩だったり和歌だったり、そういう才能を発揮されて、また逆に武芸にも秀でてあるということで、うん、まあ、文武両道ですよね、はい、ということもあって、うん、そういうのがあって、芸術の神様として、文化の神様としても後世にも多くの人が慕って、お参りなどにいらっしゃってますね。I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave. Growing Reed. 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed。今夜は太宰府天満宮権宮寺の西高津寺信弘さんにお話をお伺いしています。最近の神様人気について聞いてみました。まあ、ちょうど神社というのは、まあ、昔からいろんな人が訪れて、うん、そこで、まあ、交流がある中で文化が生まれるというのもありまして、うん、まあ、例えば出雲では奥に壁引きが出雲大社のところで生まれたりとかいうのもありますし、うん、まあ、太宰府にもいろいろな人がお参りになって、それこそ黒田官兵衛さんも、はい、三佐猫を大変慕って、そうですよ。で、それで2年間ほど太宰府に滞在していたということもありまして、うんうん、まあ、そういう意味でもいろんな人があって、そこから文化が生まれてくる場所だったと思ってますね。うん、神社はもう文化が生まれる場所、まあ、交流の場所であったり、こう神事、うん、神のことだけではなくて、まあ、そこから町が生まれたりとか、はい、いろんなこう文化や
いろんな情報やいろんなことがこう集まってくるっていう、昔はこう場所っていうのはありますもんね、神社というと。そうですね、うん、やっぱりこうお参りに来る方とかいろんな方がいらっしゃって、まあ、そこからさまざまなことが生まれていって、またそれが広がっていく。で、町にも例えば、まあ、お菓子とかも含めましても、うん、いろんな名物などもやっぱ神社とかお寺の門前で生まれることが多かったですし、旅人の人がそれをまた受けて、でまた全国広めていくっていうこともあったのではないかなと思いますね。最近の、はい、ブームって言っていいんですかね。最近やっぱりこう神社ブームというか、神社ブームって言っていいのかな、はい、神様ブームか、神様ブームと言っていいんですかね。なんか今年来年ってちょっとあれなんですよね。なんかいろいろこう改修をするの、なんて言うんでしたっけ、言葉がありましたよね。遷宮、はい、遷宮とかこう大きな神社でそういう大きなことがあるのが多いですね。何十周年に一度のなんかとかっていうので、まあ、それがなんかうまく重なっていて、はい、今年来年とかがすごく力が強い。そうですね、例えば伊勢の神宮では20年に一度に遷宮といって、今あるお社の横に新しいお社を建てまして、そこにお神様がお移りになるというのがありますし、今年は出雲大社で60年に1回の遷宮がありまして、またそういうものがあると、やっぱ神様がそうやって移られることで、まあ、新しい力を持たれると。でまたそこで、まあ、全国日本中に、まあ、そういう力がみなぎるような年ということで、特に今年は60年に1回出雲大社と伊勢の、神宮の遷宮が重なるという特別な年になっています。実際のところどうなんですか、その流行というか、その興味を皆さんこう日本のものであったり、もともと根付いているものだと思うんですけど、でもなんかその中でも興味が若い子に持たれて神社に参拝に行くとかっていうことも、こうなんか旅行で行くとか、そういうことにも取り入れられるようになってきたじゃないですか。そうですね。でやっぱり大きなこととしては、まあ、我々に、まあ、日本人が自分たちの原点を見つめ直そうと思っていることも大変大きなことじゃないかなという気がします。ただ、まあ、精神的なものをにやっぱ価値を置いて、そういうものをもうちょっと知っていこう、勉強していこうっていうのがあるのではないかなと。そういう時にこう見つめていくと、やっぱり神社だったり神道だったりが自分たちのどこか自分たちの内側の部分で関わっているところがあって、そういうのをまあ見つめていったり、逆にそういう場所に訪ねていくことで新たな発見をしたりというのがあるのではないかなと思いますね。もともと日本の心であったり文化であったり、その発祥であったりとか、まあ、神道であるこう神社の流れって結構まあ大事な部分を昔からこう占めてきて、心であるものを占めてきて、はい、こうどういう風に習っていくんですか習っていくって言ったらいいんですけど。そうですね、まあ、私はやっぱり太宰府天満宮の、はい、まあ、ほんとすぐそばで育ったので、まあ、そういう四季折々の変化の中でやっぱいろんなお祭りがあったり、まあ、変化を感じてきたんですけども、実際に神職さんとなるには、まあ、神職さんの、まあ、大学だったり、そういう過程を受けて神職資格をちゃんと持って、その後にご奉職するというのが道筋になってますね。神社って今何だと思われてますか。神社、はい、私はやはり心のふるさとでありたいと思いますし、そういうものだと思ってますね。それは、まあ、日本人はもとより、今は非常に世界中から多くの方がいらっしゃっていただいてますけども、まあ、そういう方々ももっと深く神社や神道のことを知りたいという方も大変多くて、そういう意味を考えますと、多くの人にとって心のふるさとである場所、それも四季折々の変化があり、五感で物事を感じれる場所、そして自分自身を一回リセットして、また新たな元気をもらって次にまた歩んでいくという、そういう場所なのではないかなと思ってます。太宰府天満宮といえば、もう本当にこう日本でも5本の指に入る大きな神社だと思いますけども、年間でどのぐらい来られるんですか。年間で700万人の方がいらっしゃってますね。700万人。はい、700万人です。すごい神社ですよね。そうですね、ありがたいことに多くの方にいらっしゃってもらってますね。そ
そこの宮司さんになられるっていうのは、はい、どういうプレッシャーなんですか。プレッシャーって、まあ、日本の文化であったりとか、はい、まあその大切なものであったり心だったりとかっていうものをこうきちんと生きていくということであったりとか、はい、あの お守りしていくということであったりとか、はい、大きなものをこう抱えるわけじゃないですか。はい、そうですね。まあ、あの本当に私自身意識しているのは、引き継いできたものをより良い形でどうやってまた未来に伝えているか、伝えていくかというのを大変意識してますね。ちょうどあの駅伝ランナーのような形で途中区間をあの走っているような形で、うん、まあ、先祖とか先人たちが引き継いできたものを自分が引き継いで、まあ、そこをやっぱ全力で駆け抜けていくことでより良い形でさらに未来へ伝えることができると、まあ、そういうものを意識してできる限り全力で走りたいなと思っていろんなことにも挑戦しているところですね。 J-WAVE Growing Reed Featuring Junichi Okada。 神主さんとアート、はい、大学でアートを勉強して、はい、一生の仕事っていう意味ではどっちだったんですか。もちろんあの神職が最も大事ですけども、うん、あまりこう分けて考えているわけではなくて、つながっている部分も非常に多いなと思っていて、うん、まあ、あのずっと勉強してきたりいろいろ人生を送る中でいろんなものを非常に結びつけるとかつなげるということにあの非常に興味を持ってまして、うん、あの一見違うところにあるようなものでも結びつけたりつなげることによって新しい価値だとか新しい発見があるのではないかなと思って、まあ、そういう場所が古代から神社だったと思ってますので、うん、自分の中ではこう一見神職さんとアートって遠いように思いますけども、うん、そんなに距離感があるようには感じたことがないんですよね。キュレーターみたいなこともやってるってことですか。そうですね。作品をこう見て、はい、これならいけるかな、この人ならいけるかなっていうのでお願いをしたりとか。そうですね。やっぱあの作品とか展覧会を見てこの作家さんだと一緒にお仕事して、うん、あの新たな価値を生み出せるのではないかなと思った作家さんをできるだけ呼ぶようにはしてますし、逆にそうやってやることによって我々自身もあの大きな発見があって、うん、例えばあのアートプログラムの中でお呼びしたライアン・ガンダーさんというイギリス人の作家さんがいるんですけども、うん、その方が来て神社にあのお参りして神道について考える中で、うん、あとは日本人が目に見えないものを大変大事にしているのではないかなということで、うん、そういうことに基づいた作品を作ってくださったりしたり、うん、まあ、例えば神道に音や色があるとどういうものですかというような質問で、なかなか普段我々は考えないことを新たな切り口から提示してくださって、うん、そういうものは我々自身にとっても大きな発見がありましたね。なんて答えたんですか。まあ、私は答えたのはクスの、うん、大きなクスが樹齢が1500年以上のクスがあるんですけども、うん、そういうあの葉が揺れる音が私は太宰府天満宮の、 あの音というか神社の音だと、うん、あの大きな木が揺れる音が、うん、そういうものだというふうに答えましたね。もうなんかその伝統と新しいことっていうのって、はい、伝統ってすごくこう大事だし、はい、でもそれをこう頑固になると、はい、あの伝統ってすごくこう入れるものを拒否を全部しだすとプライドが高くなって、はい、拒否をしだすとちょっと変わってきちゃうじゃないですか、はい、こうなくなっていってしまうというか、うん、でも大事なものをちゃんと残しながらいろいろこう形を変えるわけでもない、なんか自分たちのプライドがこうちゃんとありながらも取り入れていけばいろいろこう次につながる進化に変わったりとか、うんうん、でも大事な部分はここですよってことをしっかりブランドとして持っている中、はい、こう神社とかって作品そのキュレーターとして選ぶの難しくないですか。なんかめちゃくちゃやっていいわけではないじゃないですか。そうですね、やっぱりそのアーティストさんによっては、はい、神社をこうしたら面白いっていうことだけで作品をやってくる可能性もあるし、そうですね、でもちゃんとした心や考えてることがきっちり理解できないと
何でもやっていいっていう場所でもないじゃないですか。そうですね。なのでやっぱり私たちも何を大事にしてるかというのはやっぱりはっきり伝えるようにしますし、うん、本当に多くの時間やっぱアーティストの人と話したりすることによってやっぱ理解をした上でさらにいいものをアーティストの人も出してくれるというのがあるので、うん、本当に多くの時間を話したり議論するように使っていますね。で、まあ、神社自身もやはり大事なものは何かというのをずっと常々考えて、それはまあ祈りの姿だったり、うん、まあ、自然の環境だったりそういうものもありながら、やはり時代のそれぞれの時代で多くの方に受け入れられるのはその時代のものをちゃんと取り入れながら形をしっかり守り続けていることで、うん、そのずっと長い間に続いてきたのではないかなというふうに思っています。なんか西高辻さんが手掛けた新しい取り組みっていうのがたくさんあるっていうのを聞いたんですけども。そうですね、私の父が兼務している神社で太宰府にかまど神社という神社があるんですが、うんうん、まあ、そちらは太宰府の鬼門封じの山で、まあ、法除けの神様であったりあと縁結びの神様として今多くのお参りをいただいているんですが、うん、そこのまあ社務所といってお守りとかお札をお渡しする場所などを含めたリニューアルを約80年以上ぶりに行ったんですけども、うん、そこをインテリアデザインの片山正道さんにお頼みして作っていただくことになりました。なんかいろいろやられてますね。そうですね、今後変わるんじゃないですか太宰府天満宮が。そうですね、僕もなんか今度やっぱり黒田官兵衛をやらせていただくので、はい、ちゃんと行こうかなと思ってたんです。 ありがとうございます今回行ってちゃんとお参りしていろいろ、まあ、2年間ぐらいでしたっけ、はい、いたっていう、福岡城を築城する間にずっと住んでいらっしゃったので、うん、そうですね、ちょっと縁が深い場所だから行こうかな、はい、黒田官兵衛が使った井戸とかも残ってますし、また黒田書状みたいなもの残ってますね。あと黒田官兵衛をお祭りしている神社も境内にあるので、ぜひぜひお参りに来ていただけたらなと思います。ちょっと縁があるなと思って、それも金宮寺さんが同じ年だっていうのも、はい、なんか、そうなんだと思う。昭和55年生まれで同い年80年生まれですよね。はい、そうです。なんかすごいですね、同じ年でこうやって大事なっていうか、こう文化と伝統がある立場にいらっしゃって、それでも新しいものとかやっぱりその興味を持っていただけるものとか、はい、まあ、ご自身が好きなことだったりとかっていうのをこう合わせながらいろいろ展開をしていこうっていうふうに考えられてるっていうのも。そうですね、うん、で、まあ、意識して行っていることもあるんですけど、逆に言えばこういろいろと、まあ、生きていく中でその時々でいろんな発見だったりあったのが重ねていくと、まあ、一本の道になっているというか線になっているような気がしていますね。Meeting people, studying, a program of discoveryJ-Wave Growing Reed。 どういうこう経緯でこのプロジェクトっていうのが進んでいったんですか。はい、片山正道さんとは、うん、アートを通して出会いまして、まあ、ライアン・ガンダーさんのファンでも片山さんはあったので、うん、で天満宮で行った展覧会にもいらっしゃったり、うん、また1月7日に鬼すべという火祭りが伝統的にずっとあってるんですが、うん、そちらにも片山さん出てくれて、うん、松明を担いで走り回ってあったりということもあって、はい、非常に今天満宮だったり太宰府にも理解があったので、うん、まあ、この方なら間違いないと思って、うん、でお話しして依頼をすることになりましたね。うん、大変興味を持ってくださって、まあ、自分自身も手掛けるのが神社は初めてだということで、うん、非常に頑張っていろんなことを考えてくださった結果が今できた授与所、お守りお札をお渡しする場所になってますね。なんかこの何をこう表現したかったっていうのはありますか。はい、片山さんはこの神社かまど神社というところなので、うん、それはまあ神社がある山がかまど山というんですけども、はい、まあ、そこが霧がかった時に昔ご飯の煮炊きをしてたかまどから煙が上がっていくような、うん、形に見えてかまど山と言ってたんですけども、うん、そのかまどの周りは土間があってやっぱ人が集まる場所だということで、うん、こちらのここに人が集まるようにということで、
まあ、円形の丸いテーブルをかまどに見立てて周りが土間ということで、うん、またあの桜の名所でもあって桜が御神門なので、うん、でまた縁結びの神様ということで、まあ、女性もいらっしゃるということでピンクの色を使って、うん、大理石の石造りの色 でこれ石なの、はい、大理石ですね。でピンクの自然の色を使いたいということで大理石なんだ、はい、でそれで、まあ、あの形の幅とか高さを変えて、うん、多くの方が願い事お祈りを捧げられるということでいろんな方の願いが集まるということも表現して貼り方まで細部までこだわって作られてますね。これはすごいですね。でもなんか、まあ、神聖で可愛い場所にっていうのをこう本でこう読んだことはありますけど、なんかなんかでも本当ですね、まあ、女性がたくさん来るし、はい、まあ、あの今はあの訪れてもあの初めは違和感があるかなと思った部分もあったんですけど、実際に作って出来上がってみると本当に違和感なく ありますし、うん、お願いしたのが100年後のスタンダードを作ってもらいたいということを片山さんにお願いしまして、うん、やはりあの神社という空気感を踏まえた上であの100年残る建物、100年以上残る建物ですね、100年後も古びない、うん、現代の最先端のものを作ってもらいたいということでお願いしました。ご主人は見に行きます、これぜひぜひいらっしゃってください。まあ、神社の場合は周りの木々だったり自然だったり、そしてまたご本殿などの、まあ、建物がしっかりあるので、それにあの横にある社務所という場所なので、まあ、そういうもの空気感を生かしながらさらにより良い高みにどうやって持っていけるかというのが、まあ、今回あの考えて行ったことですね。またあのここは非常に見晴らしがいい場所ですので、うん、まあ、あの太宰府などの街が一望できるんですけども、うん、この そこをお見せしたいということで、あのテラスを設けまして、うん、そちらからあの街を見たり、またここにはあのジャスパー・モリソンさんというプロダクトデザイナー、うん、世界的なプロダクトデザイナーの方にお願いして、うん、まあ、あのベンチを作ってもらって、うん、あのここに来た方がゆっくり時間を過ごしてもらっていろいろなものを考えたり感じてもらいたいなと思いまして、そういうベンチなども作ってますね。ラブベンチって書いてあります、ね、はい、また2人で座れるような縁結びですね、はい、でもこれは座面がくるくる回るので2人の距離感もいろんな時だって変わりますので、そういうのも含めて座った方々がこう好きな場所にこう回すことができて、そこで2人の距離感をその時その時で感じるようにできたり、また1人用のベンチもあります、椅子もありますので、両方用意してますね。すごいな、ちょっと会うのか、見に行きたいですね。まあ、本当になんかいろんなことをされてて、はい、なんかその場所でのものもそうかもしれないですけど、神社で100年後も生きる神社っていうのを目指してるっていうのは僕こうびっくりしたんですけど、そういう感覚ってあるんですか？ありますね。もうあの例えばずっとあるもんだってイメージがやっぱり僕らの普通にはあるというか、はい、でもあの先ほども申し上げたんですけども、やっぱその時その時に頑張っていかないと残らないものだと思っていますし、特に、まあ、太宰府天満宮は今のご本殿が何度か戦乱で焼けてしまって1591年にできたご本殿なんですけども、まあ、それもずっと何度も何度もあの手を加えながらしっかりと維持したことによってやっぱ今まで続いてきてるんですが、非常に色使いとかあの金色だったり明るい色使いをして、当時の桃山時代の最先端の技術だったり材料だったり職人さんの思いだったり、そういうものが結集されて作られてますので、今生きる我々は今の時代の最先端の最高のものを作っていくことで、長く500年1000年というふうに大きな単位で考えたら残っていくものが初めてできるのではないかなというふうに思ってますね、うん。J-WAVE Growing Reed Featuring Junichi Okada。 J-WAVE Growing Reed、 太宰府天満宮権宮寺の西田勝司信弘さんにお話をお伺いしています。太宰府天満宮が子供たちと取り組んでいるプロジェクトについて聞いてみました。神社とは、参拝しに来てくださる皆さんにとっての何だと思っていますか？参拝した皆様はやっぱ元気になってもらえる場所だと思っていますし、うん、あの心のふるさとであるなと
思っています。そして、まあ、いつ来てもいろんな新たな発見がある場所ではないかなと思ってますね。アートだけにとどまらず西高辻さんのアイデアがこう広がっているということをお聞きしましたけども、他にどんな取り組みとかされてますか？例えば太宰府天満宮には太宰府天満宮幼稚園といって幼稚園がありまして、うん、まあ、園児たちが約200名ぐらいいるんですが、本当境内を走り回って遊んだり、うんうん、まあ、自然に触れたりいろんな伝統行事も出たりもしてるんですけれども、うん、まあ、その中で今和菓子のプロジェクトというものを行っています、はい。で、まあ、どういうものかというと和菓子というのは日本人の感性が詰まったものだと思ってますし、うんうん、季節感が見えるお菓子として出てきて、うん、季節を先取り、季節を楽しむお菓子でもありますもんね、はいはい、そういうものを伝えていきたいなと思って、うん、まあ、子どもたちにまず和菓子とは何でしょうかっていろんな幅広さを知ってもらったり、うん、またその中で工場見学で実際にどうやってできているのかという後に、うん、まあ、粘土でカラー粘土で自分たちが作りたい和菓子というのを作ってもらって、それを実際に本物の材料で作って天神様菅見実子に奉納するという一連の流れなんですけども、うん、子どもたちにの中に記憶の種をまきたいなというふうに思ってまして、記憶の種をまく、はい。でやっぱ子どもたち子どもの時にいろんなそういうものに触れて、まあ、それが将来大人になった時に、まあ、発芽するかどうか芽が出るかはわからないんですけども、うん、まあ、触れてないと芽は出ないなというふうな気がいたしますので、うん、やっぱ神社としてやっぱ新しい時代を担っていく未来を担っていく子どもたちに向けてそういう記憶の種をまくことを意識しながらやってますし、アートプログラムにも子どもたちと作家さんが一緒に作った作品が何個もありまして、今もそれは境内で置いてます、常設というか外に置いてますので、将来子どもたちが大きくなった時に、あ、自分が幼稚園時代にこういうのに関わってできたんだというのが分かって、また子供が生まれたら子供も連れてきてという時で、まあ、人生の節目節目に関われる場所でありたいなというふうに思って、そういう新しい取り組みも行っています。石田勝司さんは権宮寺さんの中でも異色ですか？どうなんですか？権宮寺集まりみたいなのあるんですか？全国で若手の神職さんの集まりもあるありますよね、はい、多分きっとなんか年に一度とかはみんなこう集まってこう、はい、まあ、相談会じゃないですけどなんか会みたいなのとかありますよね、はい、みんなまあそれぞれのお社で、まあ、いろんなことをお考えになってやってあると思いますけども、うん、このようにアートというものだったりそういうものを含めていろんな新しい挑戦をしているという意味では異色なのかもしれませんね。どうなんですか、リーダー格なんですか？いや、まだまだそういうわけではないですか、はい、多くの全国の先輩の方がいらっしゃいますのでお前なんか面白いことやってんなみたいなこと言われたりするんですか？もう、はい、そうですね、異色ですよね。そうですね、異色というかいろいろやられるっていうのも、そうですね、異色だと思われてるかもしれませんけども、うん、まあ、私の中では太宰府天満宮として先祖もずっとやってきたチャレンジを続けているという感覚なので、うん、違和感はないんですけどね。じゃあ最後になりますが、はい、西高辻さんがこれから挑戦していきたいものって何ですか？そうですね、日本のこれまで引き継いできたものをやはりより良い形で残していくというのはもちろんなんですけども、それは国内国外問わずに多くの方にやっぱ訪れてもらって触れてもらって、そこで新たなものを得てもらって、それを普段の生活に生かしてもらいたいということで、今アジアから含めて多くの方がいらっしゃっているので、そういう良さを伝えていける場所にさらになっていきたいなというふうに思ってますね。 J-WAVE Growing ReadJ-WAVE グローイングリード、太宰府天満宮権宮寺の西高辻信弘さんにお話をお伺いしてきました。ということで、なんかやっぱ同級生でしたけど、ものすごくこうしっかりをされているなとしっかりをされてるって言ったらあれかな、あれなんだけど、まあすごいです、まあすごいですよね。なんかこう、やっぱり伝統というものを守る人が、まあ、一番革新的だったというか、でも相当なんか自信があるんだと思うんですよね。なんかやっぱり揺るがないものは何なのかとか、大事にしなきゃいけないものは何なのかっていうもののしっかりとした考えと強さがなければ革新者にはなれないと思うので、ただ変えればいいっていうものでもないと思いますし、た
種をまくってこう32歳で僕考えたことなかったなと思って、すごいなっていうことを思いましたし、なんか何よりもちょっと行って見てみたくなりましたね。どういう感じでやられているのか、なんかいろいろ本当にたくさん楽しそうなことをやられていて、なんかやっぱり知って知り尽くしたが上の変えれるべきこと、変えなきゃいけないこと、変化をさせれるものっていうものをやっぱりすごく考えたり、知っていないとできないことだと思うので、うまく変わらないというか、知らないで変えちゃうともう変なことになっちゃうみたいなことだと思うので、ね、伝統を守るべき人が一番の革新者だったっていう感じがしましたかね。Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.太宰府天満宮権宮寺の西田勝司信弘さんにお話をお伺いした J-WAVE グローイングリード、いかがでしたでしょうか。グローイングリードでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日の番組を聞いて感じたこと、考えたことを番組のウェブサイトからぜひお寄せください。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひチェックしてみてください。さて、次回のグローイングリードは再来週、作家の田口ランディさんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。A growing reed. 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。A man is a growing reed. 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。 A man is a growing reed. 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。 J-WAVE Growing Reed。Junichi Okada's radio show, Growing Reed, on J-Wave, 81.3 FM. こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりました、Growing Reed。毎週一人の人物をお招きして、徹底的に質問。番組の終わりには、考える足として、僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて、今夜のゲストは、太宰府天満宮権宮寺の西田勝司信弘さんです。西田勝司さんは御祭神である菅原道真公の子孫であり、その40代目として1980年に福岡太宰府に生まれます。東大で美術史、そして國學院大学にて神職を学び、その後太宰府天満宮で権宮寺になります。そしてハーバード大学でも学ぶという経歴の持ち主であります。太宰府天満宮の権宮寺として忙しくされる一方、現代美術の作家さんを中心に展覧会を企画するなど、ユニークな活動を積極的に行っていらっしゃいます。今夜はアートにも造詣が深い西田勝司さんに
伝統を大切にしながらも新しいことにチャレンジし続けること、アートの力などじっくりお話をお伺いしたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。 J-WAVE Growing Reed。 あの西高辻さん、はい、僕と同じ32歳、そうです、同級生なんですよね。はい、なんかでもあのもう本当に落ち着いた感じの権宮寺さんですよね。権宮寺って宮司さんの次の役職で、まあ、宮司の職務を代行するということで、宮司という。お父さんが宮司さんですか？そうです。代々、私の家は、太宰府天満宮の宮司を継ぐ家で。だって、菅原の道真公の子孫？そうです。40代目の子孫に当たります。それ、太宰府天満宮といえば、はい、やっぱ学問の神様。はい。ですよね、はい。そうですね。そこの家系に生まれるっていうのは、プレッシャーはなかったですか？最初に聞くもの話じゃないかもしれないですけど。そうですね。まあプレッシャーは、まあ周りから、すごいんですよ。経歴を見て、はい、やっぱすごいなと思ったんですよ。東大行って、はい、国学院で進職取得して、はい、で、またハーバード行って、はい、勉強して帰ってきて。そうですね。これやっぱでも、やっぱ学問の神様のところだから、はい、まあ本当に御祭神なる菅原道真学問の神様として、うん、多くの周りいただいているので、うん、まあその天智様のおかげが最もあったと思うんですけども、まあでも受験の時はやっぱりプレッシャーは少しはありましたけど、でもまあでもありますよね。でも学問の神様のところでも自分もやっぱ継ぐというか、うん、ね、その世界に入っていくっていう中で、うん、そうですね、でもまあ受験の時も、まあ、受験受ける前から例えば試験に失敗したと言われたり、逆に通った後も試験に失敗したとかも言われたので、うん、あまり逆に言えば人の噂はそういうものだというのも思うこともあったんですけども、でもまあ実際通った後に振り返ってみると、やっぱり無事に合格してよかったなと思うことは多々ありますけどね。そう、なんかすごいですね、ユニークな東京大学入学、美術史を専攻。そうです。これなんで美術を選ばれたんですか？そうですね、美術小さい頃から非常に興味があったっていうのが一番なんですが、うん、まあ、子供の時から太宰府天満宮の宝物殿といって、いろんな天満宮に伝わって、うんうん、代々伝わってる宝物とか、うん、そういうものを展示をするところがあるんですが、はい、まあ、そういうものを見て、まあ、一つ一つのものに、まあ、歴史とか背景にいろんなものがあるなということを感じて、うん、まあ、そういうものに興味を持ったのと、中学高校時代の美術の先生が大変変わった先生で、うん、こう左手で絵を描いてみましょうと、右利きなもので利き手と逆の手で描いてみましょうということで、うん、描いてみると逆にそこの線に意識しない線が出たりして、柔らかかったり面白い線が出るので、まあ、そういうものを使って絵を作っていくとかいうことで、まあ、普段意識しないような違う方法で物事にアプローチするということをそこで思って、うん、美術と面白いなというのがあって、大学時代に大学入って何を専攻しようかという時に、やっぱそういうのを思い出して、まあ、美術を専攻しようかなと思ったのが一番のきっかけですね。まあ、40代目ということですけども、はい、太宰府天満宮って何年あるんですか？はい、今年で三種子が亡くなって1111年に当たる年で、一並びの年なんですけども、そこでものすごくこういろんなことをこう変えていかれている人だっていうの、はい、美術とかいろんなものを使って変えていかれる、はい、てるっていうのを聞いたんですけど、はい、どういうことをされているんですか？そうですね、まず最も行っているのは、まあ、祈りを捧げるということで、お祭りをしっかりやるというのは基本にあるんですけども、うんうん、まあ、それに加えまして、アートを美術史を専攻してきたということもあるので、うん、まあ、太宰府天満宮のアートプログラムということで、いろいろな現代に生きてある作家さんをお呼びして、うん、まあ、そこで、滞在してもらったり、いろいろなものを感じてもらって、うん、展覧会をして、で、作品を、まあ、太宰府とか神道にちなんだ作品を作ってもらって公開して、それを、まあ、保存
収蔵していくということをやっていましたり、なんかすごいそれが評価をされて、はい、たくさんのところで評価をされて、そうですね、おかげさまでいろんなあの方に興味を持っていただいて、遠くからも来てもらったりということもありますし、うん、また、まあ、海外の作家さんもすることもあるので、うん、そういう時は海外からもいろんな人に来てもらったりということもありますね。もともと太宰府天満宮って勉強の神様、学問の神様と、はい、芸術もあるんですか。そうなんです。まあ、菅原美佐根子、うん、あのご自身が代々、まあ、あの学者の家系にお生まれだったんですけども、うん、まあ、小さい頃から、まあ、天才と言われて、その中で成長する中で詩人としてもいろんな、うん、漢詩だったり和歌だったり、そういう才能を発揮されて、また逆に武芸にも秀でてあるということで、うん、まあ、文武両道ですよね、はい、ということもあって、うん、そういうのがあって、あの芸術の神様として、文化の神様としても後世にも多くの人が慕ってお参りなどにいらっしゃってますね。I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave. Growing Reed. 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed。今夜は太宰府天満宮権宮寺の西高辻信弘さんにお話をお伺いしています。最近の神様人気について聞いてみました。まあ、あのちょうど神社というのは、まあ、昔からあのいろんな人が訪れて、うん、そこで、まあ、交流がある中で文化が生まれるというのもありまして、うん、まあ、例えば出雲ではあの奥に壁木が出雲大社のところで生まれたりとかいうのもありますし、うん、まあ、あの太宰府にもあのいろいろな人がお参りになって、それこそあの黒田官兵衛さんも、はい、あの三佐猫を大変慕って そうですよでそれで2年間ほど太宰府に滞在していたということもありまして、うんうん、まあ、そういう意味でもいろんな人があって、そこから文化が生まれてくる場所だったと思ってますね。うん、神社はもう文化が生まれる場所、まあ、交流の場所であったり、こう神事、うん、神のことだけではなくて、まあ、そこからあの町が生まれたりとか、はい、そのいろんなこう文化やいろんな情報やいろんなことがこう集まってくるっていう、昔はこう場所っていうのはありますもんね、神社というと。そうですね、うん、やっぱりこうお参りに来る方とかいろんな方がいらっしゃって、まあ、そこからあの様々なことが生まれていって、またそれが広がっていく。で、町にも例えば、まあ、あのお菓子とかも含めましても、うん、いろんな名物などもやっぱ神社とかお寺の門前で生まれることが多かったですし、旅人の人がそれをまた受けて、でまた全国広めていくっていうこともあったのではないかなと思いますね。最近の、はい、まあ、ブームって言っていいんですかね。最近やっぱりこう神社ブームというか、神社ブームって言っていいのかな、神様ブームか、神様ブームと言っていいんですかね。なんか今年来年ってちょっとあれなんですよね。なんかいろいろこう改修をするの、なんて言うんでしたっけ、言葉がありましたよね。遷宮、はい、遷宮とか、こう大きな神社でそういう大きなあのことがあるのが多いですね。何十周年に一度のなんかとかっていうの で、まあ、それがなんかうまく重なっていて、はい、今年来年とかがすごく力が強い。そうですね、例えば伊勢の神宮では20年に一度に、はい、遷宮といって、うん、今あるお社の横に新しいお社を建てまして、そこにお神様がお移りになるというのがありますし、今年は出雲大社で60年に1回の遷宮がありまして、うんうんうん、またそういうものがあると、やっぱ神様がそうやって移られることで、まあ、新しい力を持たれると、うん、でまたそこで、まあ、全国日本中に、まあ、そういう力がみなぎるような年ということで、うん、特に今年は60年に1回出雲大社と伊勢の、うん、神宮の遷宮が重なるという特別な年になっています。実際のところどうなんですか、その 流行というか、その興味を皆さんこう日本のものであったり、もともと根付いているものだと思うんですけど、でもなんかその中でも興味が若い子に持たれて神社に参拝に行くとかっていうこともこう、うん、なんか旅行で行くとか、うん、そういうことにも取り入れられるようになってきたじゃないですか。そうですね、でやっぱり
あの大きなこととしては、うん、まあ、我々に、まあ、日本人が自分たちの原点を見つめ直そうと思っていることも大変大きなことじゃないかなという気がします、うん、ただ、まあ、精神的なものにやっぱ価値を置いて、そういうものをもうちょっと知っていこう、勉強していこうっていうのがあるのではないかなと、うん、そういう時にこう見つめていくと、やっぱり神社だったり神道だったりが自分たちのどこかあの自分たちの内側の部分で関わっているところがあって、うん、そういうのをまあ見つめていったり、逆にそういう場所に訪ねていくことで新たな発見をしたりというのがあるのではないかなと思いますね。もともと日本の心であったり文化であったり、その発祥であったりとか、まあ、神道であるこう神社の流れって結構まあ大事な部分を昔からこう占めてきて、心であるものを占めてきて、はい、こうどういう風に習っていくんですか習っていくって言ったらいいんですけど。そうですね、まあ、私はやっぱりあの太宰府天満宮の、はい、まあ、本当すぐそばで育ったので、うん、まあ、そういう四季折々の変化の中でやっぱいろいろなお祭りがあったり、うん、まあ、あの変化を感じてきたんですけども、まあ、実際に神職さんとなるには、うん、まあ、あの神職さんの、まあ、大学だったり、 その過程を受けて神職資格を、ちゃんと持って、その後にあのご奉職するというのが道筋になってますね。神社って今何だと思われてますか？神社、はい、私はやはりあの心のふるさとでありたいと思いますし、そういうものだと思ってますね。それは、まあ、日本人はもとより今は非常に世界中から多くの方がいらっしゃっていただいてますけども、まあ、そういう方々もあのもっと深く神社や神道のことを知りたいという方も大変多くて、そういう意味を考えますと、多くの人にとって心のふるさとである場所、それも四季折々の変化があり、五感で物事を感じれる場所、そして自分自身を一回リセットして、また新たな元気をもらって次にまた歩んでいくという、そういう場所なのではないかなと思ってます。太宰府天満宮といえば、もう本当にこう日本でも5本の指に入る大きな神社だと思いますけども、年間でどのぐらい来られるんですか？年間で700万人の方がいらっしゃってますね。700万人。はい、700万人です。すごい神社ですよね。そうですね、ありがたいことに多くの方にいらっしゃってもらってますね。そこの宮司さんになられるっていうのは、はい、どういうプレッシャーなんですか？プレッシャーっていうか、まあ、日本の文化であったりとか、はい、まあその大切なものであったり心だったりとかっていうものをこうきちんと生きていくということであったりとか、はい、あの お守りしていくということであったりとか、はい、大きなものをこう抱えるわけじゃないですか。はい、そうですね、まあ、あの本当に私自身意識しているのは、引き継いできたものをより良い形でどうやってまた未来に伝えていくかというのを大変意識してますね。ちょうどあの駅伝ランナーのような形で途中区間をあの走っているような形で、まあ、先祖とか先人たちが引き継いできたものを自分が引き継いで、まあ、そこをやっぱ全力で駆け抜けていくことで、より良い形でさらに未来へ伝えることができると、まあ、そういうものを意識してできる限り全力で走りたいなと思って、いろんなことにも挑戦しているところですね。 J-WAVE Growing Reed Featuring Junichi Okada。 神主さんとアート、はい、大学でアートを勉強して、はい、一生の仕事っていう意味ではどっちだったんですか？もちろんあの神職が最も大事ですけども、うん、あまりこう分けて考えているわけではなくて、つながっている部分も非常に多いなと思っていて、うん。